黒田投手のピッチングも含めて今日のゲームをハイライトシーンで振り返っていきましょう。まず1回の黒田の立ち上がりです。黒田自身のエラーもあってピンチを迎えます。この柳田のヒットで1塁3塁、そして内川のショートゴロ、柳田は盗塁も決めて2塁3塁、内川ショートゴロの後はイーデホのデッドボールで満塁になるんですが、松田ショートゴロ、ホークスチャンスを得点に結びつけられませんでした。2回の表、節のピッチングです。ツーアウト一塁から節自身も振り返る。まあこれ田中もうまく打ってはいるんですけどね。そうですね。でもまあシンカーがね、あれだけ真ん中低めに落ちてしまいますとね、まあこういう形で打たれる結果になりましたね。はい、2点をカープが先制しました。2回の裏のホークスの攻撃、ノーアウト一塁、しかし今宮セカンドゴロ、これは菊池らしいプレーがあってのダブルプレーです。この後は高谷がセカンドゴロ、この回結果的にホークスは3人で攻撃終了。3回の表です。ワンアウト2塁3塁からシアホルツ、これセッツも取れればよかったんですけど取れずに、この間に3塁ランナーホームイン、3対0になりました。今度は4回の表です。ワンアウトランナーなしで鈴木誠也、これもシンカーなんですよね。そうですね、これも真ん中に落としてしまえた結果がバッターに対してですね、はい、こういう形で打たれたということになりましたね。セッツはこれで3試合連続2本の非本塁打ということになりました。4回の裏ノーアウト1塁からイーデホーサードゴロ、強い当たりだったんですが糸井がしっかりと捉えました。そして松田は見逃しの三振、この回もホークス無得点。6回表です。ワンアウト2塁から鈴木誠也サードゴロ、これサードの松田がタッチしに行ってタッチできず滑りました。1塁3塁、この田中のファーストゴロで1点が追加されました。5対0。6回の裏ホークスの攻撃、ワンアウト1塁から柳田ヒット、1塁2塁になったんですが、内川これツーシームですね。そうでしたね、決まりましたね、ダブルプレー、小さなガッツポーズ黒田、ホークス得点できません。7回の裏黒田のピッチングをご覧いただきましょう。いいデホ空振り三振、松田ファーストファウルフライ、明石空振り三振、見事な内容でした。8回の裏さらにホークス襲いかかるんですが、ツーアウト満塁からバッター内川、低めのボールを打たされてセンターフライ、まさに黒田の気合のピッチングでホークスは8回まで0点。9回表です。加山サイニング目、石原がレフトスタンドへの今シーズン第1号、これで6点目ということになりました。最終回は中崎が出てまいりました。三者凡退に抑えて試合終了。カープの理想的なゲーム運び、黒田中崎のリレーで6対0ホークスを下したというゲームでした。